フィリピンでは第1弾税制改正というのが2018年に行われました。こちら通称トレインと言われるものになります。でこちら変更した税目としてはですね、主に個人所得税、そして付加給付税、キャピタルゲイン税、寄付金課税、印紙税というところの税率が変更となっております。特に現地の海外に駐在する、フィリピンに駐在する日本人の方、そしてフィリピン人にとってはですね、インパクトが大きかった税制としては個人所得税となっております。個人所得税、後ほどお話しさせていただきますが、フィリピンの場合もですね、日本と同様累進課税という方式を取っております。ただ従前はですね、その累進課税する際にですね、いわゆる税率としては 5% から 32% となっておりますが、ただ最高税率 32% が課せられるテーブルがですね、いわゆる年間所得50万ペソを超える分については最高税率という形になっておりますので、日本円ですと100万円以上年間所得を超える分についてはですね、いきなり 32% が課税されるという形で、フィリピンではですね、個人所得税がすごく高いというふうに言われておりました。ただこちら2018年以降はですね、税率については 32% から 35% で 3% 最高税率上がっているんですけども、最高税率が課税される対象の課税所得というところが、いわゆる800万ペソという形で、従前の50万ペソからですね、大幅に上がっているというところで、全体の個人所得税の負担額としては大幅に下がったというのが状況変更点となります。で先ほどの付加給付税ですね、管理者的な立場にある方に対して現物給付を企業側した場合についてはですね、企業側に課される税金として先ほどご紹介しましたけれども、こちらはですね、個人所得税の最高税率が 35% かに上がっているというところで、こちらも 32% から 35% に上がっております。でその他キャピタルゲイン税というところでですね、株式売却もしくは不動産売却した際の税率について変更点がございます。はい、こちらはですね、基本的に減税という形になって、失礼いたしました。キャピタルゲイン税についてはですね、若干増税という形になっております。株式売却についてはですね、譲渡益に対して一律 15%、不動産売却についてはこちら変更なくですね、従前と変わらず一律 6% という形になっております。はい、で一方で寄付金課税ですね、はい、株であったり土地というものをですね、親族もしくは第三者等に贈与した場合に課せられる税金になりますけれども、こちらはですね、従前第三者に贈与した場合については 30% と高額な税率になっていましたけれども、変更後についてはですね、歴年で贈与した金額のうち25万ペソを超えた分のみですね、一律 6% を課税するという形になっております。そして印紙税ですね、先ほどお伝えした株式の発行であったり借り入れもしくは賃貸契約書等に課税される税金となりますけれども、こちらも従前はですね、株式発行については200ペソあたり1ペソという形で 0.5% の税率となっておりましたが、変更後はですね、200ペソにあたり2ペソという形で税率 1% という形で、印紙税については増税という形で税率がそれぞれ上がっております。はい、で個人所得税についてはですね、課税テーブルとしましては、現行のものですねというところで、こちらの課税テーブルが適用されております。一番下の方にあるですね、800万ペソを超える分については 35% というところになっておりますので、2018年以前のものに比べるとですね、課税テーブルの幅についてはすごく広がっていますので、実際の納税額としては大幅に軽減、減額されるという形になっております。で今後の予定としては23年以降についてはですね、ほぼ同様の課税テーブルになるんですけども、若干変更していくというところが見込まれております。